今日はこんな感じのロゴムービーを作ります。プレミアだけでできます。こちらの映像を使っていきたいと思います。ではまずはじめに雷を落とす場所を決めます。人が出てきて、まあこれぐらいですかね。ここら辺で雷を落とします。落としたいポイントでカットします。クリップをで落としたいところのクリップを複製します。で雷の落としたいところに合成する映像を持ってきます。はい、今回合成する雷はこちらです。ではまずはじめに一番上のクリップにルミナンスキーというエフェクトを入れます。で次にアルファチャンネルというエフェクトを入れます。でアルファチャンネルのアルファを反転というところにチェックを入れます。作った映像を見るとこんな感じですね。ここにカラーバランスというエフェクトを入れます。こちらのカラーバランス HLS というエフェクトを入れます。ここで明瞭度を下げてあげる。そうすることでちょっと暗い感じの映像に仕上がります。で2つ目のクリップのこの不透明度、描画モードの横の通常からオーバーレイに変更します。はい、これで空が抜けて合成できたように見えます。ではこの切り替えの時にもう少し雷を打ったような感じにします。こちらの新規項目から調整レイヤーを一つ用意します。で雷を打ちたい場所に前3フレーム後ろ1フレームでカットします。この調整レイヤーにエフェクトをかけていきます。エフェクトはエコー。エコーの数を2、これで雷を打ったような感じになります。でもう一つくらい激しい雷を打ちたいのでもう一つ調整レイヤーを用意します。そうですね、ここら辺が少し激しく雷が鳴っているのでここら辺に用意します。ここですね。今度は前を2フレームカット。後ろ8フレームを残します。次はルメトリカラーのエフェクトをかけます。2フレームある調整レイヤーの描画モードを変更します。こちらは乗算、乗算にすることによってちょっと暗くなります。暗くした後に雷を落とす。後ろの調整レイヤールメトリカラーの露光量のアニメーションをオンにします。で2フレーム進んで7、1フレーム進んで4、3フレーム進んで0、もう1フレーム進んで4で最後に0で見ると激しくカメラに打ったようにできます。場所を変えたかったらこれを場所を変えてもらって好きな場所で落とすことができます。たくさん落としたい場合は複製させて何回も落とすこともできます。こんな感じですね。あとは好きな BGM と効果音をつけて完成です。撮影のポイントは空が抜きやすいように撮ることです。本日もご覧いただきありがとうございました。